カマプアーのこのキリスト教以前の木の像はマウイの内陸のホラーなど見つかったベイリーハウスミュージアムに展示されている。カマプアーはハワイ神話に登場するオアフ島で生まれた半神半人の大神である。その名前はハワイ語で豚の子供を意味する女神ヒナの息子とする説がある。普段は美男子であるが本来は眠毛な豚の神であってその姿を取ることもある。 時には雑草にも変身する。彼の背中には、剛毛が生えており、美男子の姿になった時はこれを、マントで隠すとされる。彼はまた海の神でもあり、ハワイの宗教であるフムフムヌクヌクアプアーの決心、ともされる。オアフ島、カウアイ島などでは、勇敢に戦って、王家の争いを制する戦士でもある。カマプアーは、女神ペレとは、愛憎関係にあったとされ、結婚して、 子供を設ける一方、火山の噴火や海水による洪水を伴う大喧嘩を繰り返したと言われている。二人はハワイ島を分けて支配した。プナなど風下の乾燥した地域がペレのものとなり、風上の湿った地域すなわち小原、ハーマークア、ヒロがカマプアーのものとなった。豚はしばしば農業や豊穣を象徴することから、火山による農地の破壊と農業の再生の繰り返しが、 ここに反映されていると考えられる。なお、夫婦の子について、一説では、オーペル・ハーリーという名で、ハワイの王族と平民の祖先とされるが、別の説では幼い頃に死んだとも、魚の室味になった、と申されている。その後のカマプアーは、海の底に行きその国の王女と結婚したため、ペレは彼を恋しがって、歌を歌ったと言われている。カマプアーは、創世神話の、 クムリポを伝える王家の祖先とも言われている。また、カマプアー自身も、クムリポに登場している。第5課に登場する、夜を掘る者は、豚がしばしば地面を花を使って掘ることから豚を刺すと考えられているが、その豚がカマプアーその人であるとする説がある。なお、第5課では、タロイモの水田を整備し豚を繁殖されるエピソードが、語られている。 ポリネシア人は儀式に欠かせない豚に芋や芋の葉を与えて育てるが、豚が飼育されているという事実は農業が発展しさらに社会生活も成熟していったことを示していると考えられよう。ありがとうございます。